ヘロデ王の前で踊るサロメは、フランス象徴主義の画家ギュスターブ・モローが1876年に制作した油彩画である。主題は、キリスト教の伝説に登場するヘロデ・アンティパス王の娘サロメから取られている。モローは本作品と、ヘラクレストレルネのヒュドラ、殉教者に除される聖、セバスティアヌス、および本作と共通の主題を扱った水彩画、 出現で1869年以来7年ぶりにサロンに参加した。7年間のブランクは1869年のサロンで受けた批判が原因と考えられており、新たなスタイルを模索して挑んだ1876年のサロンで再び脚光を浴びた。現在はアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスのアーマンドハマー美術館に所蔵されている。同年に サロンで発表された水彩が出現。踊るサロメの前に、洗礼者、ヨハネの首が現れるという西洋美術史上類を見ない幻想的なサロメは、世紀末のデカダンスに大きな影響を与えた。パリ、オルセイ美術館所蔵。サロメは古代イスラエルの領主である、ヘロデアンティパス王の妻、ヘロディアが、前夫との間に産んだ娘である。伝説によると、 ヘロデオは自分の誕生日に祝縁を催して有力者たちを招いたが、その縁の席でサロメが舞踏を披露し、客たちを喜ばせたので、ヘロデオはサロメに望むものを何でも褒美として与えようと言った。サロメが母の元に行き、何を願うべきか尋ねると、ヘロディアは、洗礼者、ヨハネの首と言いなさいと娘に言った。当時、ヘロデオは、 実刑の妻であったヘロディアをめとったため、ヨハネから厳しく批判されていた。サロメは、父のもとに行き、母の言葉に従って、洗礼者、ヨハネの首を所毛しますと述べた。そこで、ヘロデオは兵に命じて、獄中のヨハネの首を取って来させたという。新約聖書では、ヘロデオの娘の名前は明言されていないが、フラウィウス・ヨセフスのユダヤ古代史では、サロメとなっている。 この物語は19世紀末に好まれたが、中でもオスカー・ワイルドが大胆な解釈で儀曲化したことで宿命の女イコールファム・ファタールとして広く知られることになった。ギリシア神話を題材としたヘラクレスとレルネのヒュドラ。本作品同様に背景を明暗の効果によって描いている。シカゴ美術館所蔵。1865年の素描画、ペリ。ペリとは、 イランの神話伝説に登場する下級神で19世紀のフランス文化ではしばしば美しい女性として登場する。シカゴ美術館所蔵。中央の心臓のモチーフの源泉となったエフェソスのアルテミス心臓。脇地心臓はミトラス教の獅子頭心臓である。モローは壮麗な宮殿の広間で豪奢な宝飾と衣装を身にまとい。 舞踏を披露するために進み出るサロメの姿を描いている。サロメの衣装は重たげであり、手には白い花を持ち、瞳を閉じてつま先で立っている。複数の柱によって支えられた戦闘アーチの天井は高く、光と開放感で溢れている。画面中央ではヘロデオンが正面を向いて玉座に座っており、さらにその髪型には三体の心臓が並んでいるのが見える。 心臓は背後から差し込む光で暗く照らし出している。画面右には抜き身の剣を持った経理が立っており、洗礼者ヨハネに待ち受ける運命が暗示されている。サロメの立つ画面左の奥には舞踏するサロメのために楽器を奏でる演奏者が座し、さらにその奥に王妃、ヘロディアが立っている。また、右画面下には繋がれた黒氷がサロメと向き合う形で寝そべっている。 ルネザンス以降、サロメは、洗礼者、ヨハネの首が乗った盆を持つ姿で描かれるのが定番となっており、本作品のように舞踏するサロメを描いた例は少ない。もともと本作品は、洗礼者ヨハネを主題とする二連画の構想から出発していることが、ギュスターブ・モロー美術館に残された素描から確認でき、この素描きではモロウは一枚の紙に、ヨハネの残首と、 サロメの舞踏の二つの主題を左右に配して描いている。このうち、サロメの舞踏は本作品をはじめ、出現や踊るサロメといった有名なバリアントを生んだが、ヨハネの残首については、牢獄のサロメなどの小粒な作品を生むに留まった。モローは花を持つサロメを、インドの細密画をモチーフに描いた、ペリーの花を持つ女性像から持ってきている。サロメの衣装のイメージは、 古代エジプト美術の女性像から発展させていることが初期の終作から確認されている。またこの点については、ジョリスカル・ルイ・イスマンス以来、ギュスターブ・フローベールの1862年の小説、サラム・ボーの冒頭部分と類似していることも指摘されている。同小説に登場する女性、サラム・ボーはフローベールによって創作された架空の人物で、 古代のカルタゴの将軍ハミルカルバルカの娘であり、フェニキアの女神である谷トに仕える巫女だった。モローはサロメの衣装について次のように述べている。私はまず頭の中でその人物に与えたい性格を考え、それからその基本的な着想に従って衣装をつける。従って、サロメの場合、私は神秘的な性格を持った巫女のような、 宗教的な魔術師のような人物にしたいと考え、あたかも聖異物箱のごとき衣装を思いついた本作品の最も驚嘆すべき点は、縦長の大画面の中に幻想的かつオリエンタルな空間を創造していることである。モローはこの空間を作るために様々な建築学的モチーフを合成している。空間の最も大きな特徴となっている戦闘アーチはアフリカ北西部、 スペイン、ポルトガルに特徴的なムーア式と呼ばれるイスラム建築である。具体的には、イスタンブールのアヤソフィア、グラナダのアルハンブラ宮殿、コルドバのメスキータをはじめ、いくつかの中世の大聖堂と関連があり、さらに小さなモチーフについては、ギリシア、ローマ、エトルリア、エジプト、インド、中国などの芸術、文化から特定されている。例えば戦闘アーチを支えるのは、 ビサンティン建築のカゴ型中東である。三体の心臓の内中央に立つのは有名なエフェソスのアルテミス女心臓であり、この女神像は体に複数のチブサあるいは卵のようなものを持つことで知られる。また左右に立つ脇地はローマ帝国で繁栄したミトラス教の心臓で体に蛇が巻きついているのが見える。モローの海外に品出する装飾柱は 本作品においても画面両端に描かれており、その先端には翼を広げたスフィンクス像が飾られている。剣を持つ経理のそばには東洋的な連台が据えられ、その上では日本の航路が煙を上げている。またモロウは大画面の左下にサロメを小さく描きつつ、サロメが舞踏する空間を明暗の効果のもとに描き出している。絵画は最も明るい画面右上から、 左下のサロメに向かって暗さを増していくが、白い衣装を身にまとったサロメはその暗がりの中で、ひときわ輝いて見える。本作品や、ヘラクレストレルネのヒュドラのような明暗の効果によって、画面を作る傾向は、レンブラント・ファンデインの影響とされる。こうした作品の性格上、モローは、明暗の効果を得るために小さいサイズの紙に、鉛筆で殺筆を用いながら画面全体の素描を、 繰り返し言っている。新約聖書における伝承では母である王妃ヘロディアの道具であるかのように行動したサロメだが、モローはこの女性を自立したファムファタールとして描いた。彼はサロメについて次のように述べている。この女が表すのは永遠の女であり、彼女は花を手にして曖昧な時として恐ろしい観念を追い求めてしばしば不吉な小鳥のように生を送り、 あらゆるものを、天才や聖者までをも、その足元に踏みにじっていく。この踊りが行われ、この神秘的な歩みが止まるのは、絶えず彼女を見つめ魅力的に口を開いた死の前、すなわち剣を打ち下ろさんとする経理の前である。これは、言いようのない還元や、感動や病的な好奇心を求めるものに、運命づけられた、恐ろしい未来の象徴なのであるまた、ピエール・ルイマ中によれば、 サロメが持つ花は快楽、黒表は陰頭を意味するという。モローはこれらのモチーフによって古代以来のイメージを刷新し、養婦あるいは毒譜といった新たなイメージをサロメに与えていると言えよう。こうしたサロメ像を推し進めたのが同じ年にサロンに出品した出現である。この作品では舞踏を披露するサロメの眼前に先例者ヨハネの首が 宙に浮いた形で出現している。ヨハネの首は、サロメ以外の人間には見えておらず、彼女の舞踊の結果もたらされる、恐るべき運命として現れている。しかしその幻影を見てもサロメは、舞踏を止めはしないのである。1886年頃のユイスマンス、ルイ・フェリックス・ベスチャーが、本作品の与えた影響で最も重要なものは、 作家ユイスマンスが8年後の1884年に発表した小説、坂島である。モロオのサロメ像にファムファタールを見出したユイスマンスは、主人公、デゼッサントにヘロデ王の前で踊るサロメと、出現を熱烈に賛美させた。デゼッサントにとって、モロオの描いたサロメは不滅の情欲あるいはヒステリアの女神、あらゆるものに君臨する美の呪いであると同時に、 近づいて触れようとするものすべてを傷つける無関心で無責任な獣のような女であった。この逆島に影響を受けたオスカーワイルドは擬曲サロメにおいて自らの意志で洗礼者ヨハネの首を求めるサロメを描いた。さらにドイツの作曲家リヒャルト・シュトラウスはオスカーワイルドの擬曲をもとにサロメを作曲した。 本作品はアメリカ合衆国の大富豪、美術コレクターのアーマンド・ハマーが収集したアーマンド・ハマーコレクションに属し、アーマンド・ハマー財団からアーマンド・ハマー美術館に贈呈され、異語道美術館に所蔵されている。2012年には奇妙な魔法、ギュスターブ・モローのサロメと題して、本作品を中心にモローの描いたサロメを集めた展示会が催されている。 ありがとうございます。